そのための身長、そのためのスタイル。うちはコネでどうにかできる大きな事務所じゃない、うん、あなたにできるの、うん、その恵まれない身長で。優しいね、この人こんなに喋ってくれて。ちゆき、無理なの。はい、もう鳴らしてくれてるんで。この子パリ目指してるんですよね、はい、まずパリ目指すんだったらせめて170ってサバ読んでください。もうなるほど、むしろ読んでください。サバ言わないとダメな。私180なんですよ、身長は、はい、でメンズモデルの頃186っていうサバ読んで行ったんですよ。おお、もう全世界といってもメジャーリーグだから、はい、モデル業界の、ね、そうか、そこに来る人たちはもうみんな身長高い、透明感がある、スラッとしてる。ここに行くには少し自分も盛らなきゃいけないんですよ。180でもちょっと低いぐらいなんです。ちっちゃいです。私168だったんですよ。そうです、でうちの姉が170超えてたの。ああ、でお姉ちゃんがショーモデルとかやってて、はい、絶対になれない。168は70ないですもんね。70ないから。あの私も176センチあるんですけど、私ミラノコレクション出させてもらったんですよ、うん、その時も同じランウェイ歩くモデルで2番目に低かったんですよ。おー、それでも、あとみんな大きくて本当に、やばいこのままじゃと思ってめっちゃ背伸ばそうと思って、うん、一生懸命あの体育館のあの吊り下がるやつぶら下がり健康みたいなやつ、えー、あと1時間ぐらいこのここだけで喋れる。行きますよ。